じゃあこんにちは。さあお待たせいたしました。待ってたかな。6月も終わったということで、はい、月間チーム総評を行いたいと思います。はい、まあ6月が主には交流戦がメインだったので、どうしても交流戦の順位が反映されてしまうんですが、はい、まずセリーグパリーグなんですけれども、はい、セリーグ月間順位でいうとまず首位は DeNA、 1位は DeNA でした。はい、で次いでヤクルト、広島、中日、阪神、巨人という6月の月間順位。で一方のパリーグなんですけれども、パリーグの1位は6月はソフトバンク、そして楽天、オリックス、ロッテ、日本ハム、西武という順になりました。うん、なのでこの月間順位のこの順位順に総評していきたいと思います。はいはい、まずは DeNA が良かったですね。はい、5月は月間3位だったんですけれども、そこからジャンプアップしました。まあ、そうだね。はい、あの野手ではね、渡来が帰ってきたりだとか、はい、帰ってきてから非常に好調さを保ったよね。そうですよね。まあ、それで最初回を打たせてたんだけど、ちょっと2番に上げて、はい、まあ、なおさら良くなったというね。そうなんです。まあ、打点付きのヒットを結構打ってくれて、はい、まあ、一つの起爆剤としては良かったかなという。3割3分3厘なので、まあ、そうだね。はい、まあ、それとあとは筒香を休ませたりだとか、うんうん、オースティンを DH に入れたりだとか、はい、いろんなこう形ができて、はい、疲れてる人間を DH に入れたりだとか、そうですね。まあ、そういうこともできたっていうのはすごく大きかったなっていうのは思うよね。そのオースティンの働きがやっぱり打率にも表れていて、3割4分6厘と、はいはい、やっぱり休みなく出ればこういう風な結果になるんですよね。まあ、それと、うん、DH に入ると守備の負担がなくなるんで、はい、まあ、よりバッティングの、ね、効果が上がるというか、うん、まあ、そんなことも考えるし、はい、だから非常にいい具合にこう上がっていったのと、うん、はい、まあ、石田、うん、ジャクソン、ケイ、はい、まあ、こういう投手陣がまあ安定してたということだよね。そうなんです。あの投手陣実は防御率軒並み上がってまして、5月はまあ先発にしても救援にしても3点台だったのが、はい、この6月に入ると先発は 2.12、はい、救援は 2.94 と、うん、こう安定した投手、まあ、そうだね。はい、で左ちょっと不足だったんだけども、うん、坂本が入ってきて、はい、坂本が左に対して投げれるようになったし、うん、まあ、非常に大きかったなっていうふうに思う。ね、そうですよね。はい、ただ本当あのベイスターズ打線ってすごいなと思ったんですけれども、実は得点だけで見ると先々月の5月は89得点に対して6月79得点と10点は下がっているんですけど、うん、やっぱその分投手陣が良くなっているっていうのが、なんですかね。ただあの宮崎がね、はい、最初戦列離れた時期があったから、うん、まあ、そこら辺苦しいと思うけど、はい、苦しさがなんかこう別に見えなかった。そうですね、みんながそれをカバーできたっていうのが大きかったな。そうなんですよ。佐野選手外れる試合もありましたけれども、佐野選手は18試合に出場して2割6分7厘ですし、あとあの京田選手も結構活躍しまして、12試合なんですけれども3割1分と、まあ、そうだな、はい、あのだからチーム内のその競争とかね、うん、そういったものが非常にいい具合に、はい、まあ、森も途中まで頑張ってて、京田に変わったら京田も頑張るというね。うん、そうなんです。はい、で桑原も頑張りだしたし、はい、だから非常にいい具合に、うん、まあ、行ってるなという感じがするよね。そうですよね。うん、確かにあの森選手は21試合に出場して1割5分と6月は下げたんですけど、代わりに出てきた選手がその分やっぱり埋める、代わりに出てきた選手がっていう、まあ、だから牧もいない時期がちょっとあって、はい、そうだね、そこら辺をうまくこう使っていったよね、若手をね。そうなんですよ。うん、だからそういう意味ではなんかこうチーム力が、はい、こう全体的に上がったという月だったかなっていうふうには思うよ。そうですよね。うん、まあ、ちょっとね、筒香選手がね、本当に1割台というふうに6月、まあ、そうだ、もう相当やっぱり疲れてるな。やっぱアメリカでもあんまりね、その稼働してなかったというか、動いてなかったということの、うん、まあ、つけは来てるけども、うん、まあ、でも要所要所でね、はい、ちゃんと打ってくれるし、うん、だからまあそこら辺はこうやりながらね、スタミナを戻していかなきゃしょうがないから、うん、だからそれでもチームはね、勝ってるという、まあ、いい具合にいってるよね。そうですよね。バランスがいい。バランス良かったですね。投打ともに素晴らしかったです。はい、さあ続いて月間6月2位のヤクルト、はい、5月は最下位だったんですけれども、うん、大きく飛躍しました。やっぱりよく打ったっていう印象があるね。そうなんです。得点力が、うん、20点弱上がってるので
良かったですね。だからあの西川がね一番に頑張ったりだとか、はい、で丸山が頑張ったりだとか、うん、山田を休ませながら竹岡使うとか、はい、そういうこともできたし、うん、まあサンタナオセナって相変わらずね安定して打ってくる。安定してますよね、2割後半打ってるので、はい、それと、まあ、キャッチャー不足って言われてて、はい、キャッチャーに怪我が多いと、うん、中村まで怪我したんだけど松本が頑張ってくれたよな、はい、そうなんです。あの12試合にマスクかぶりまして3割8分9厘、はいはいはい、で打点付きのねヒットもよく打ってくれたし、はい、いやだからみんなで本当に頑張ったなっていうの感じがするよ、うん、あと意外だったのが長岡選手、はい、6月月間打率2割7厘だったんですけれども、ただ打点が11、まあそうだよね、これあの村上選手だったりとか、まあ、オスナ選手に近いものがあったので、はい、いやそれと山田を、ね、休ませながらでも代打で使って出てきたら必ず仕事したっていうね、それ大きかったかもしれないですね。いやそれ大きかったよ、ポイントで出してきて ね、うん、そうですね、山田がこうちゃんとした仕事をしてくれるっていうのが確かに大きかったなと思う。あの21試合に出て6月打率は2割1分2厘と低かったんですが、うん、ホームラン3本打点11なので、うん、ここぞという時に、まあ、そう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 、ね、うん、だから使う方もね、うん、いいところで山田を使って差し込んできたから、はい、そこで仕事してくれたらもう勝ちゲームにつながるというね。そうですよね。で奥川の復活っていうのが大きかったな。そうでしたね、うん、それと山野が勝って、はい、うん、で石川も勝ってっていうね、はい、やってほしい人がやってくれたというか、うん、まあ、そんな感じがするよ。だからチームが雰囲気も良くなるし、はい、そうでしたね、はい、なので、まあ、本当にヤクルトらしい打線が6月発揮できたのかな。あと、まあそうだな、はい、復活してほしいピッチャーが復活してくれたっていうのもありましたね、はい、さあ3位広島です。5月は1位だったんですけれども少し下がってしまったような感じでした。なんか強い印象はあるんですけどね。いやいやあるよ、はい、あのね躍動感があるな。エリカートはそうなんですよ、ね、いや本当に。それとやっぱ新井監督がうまかったなと思うのは、はい、やっぱ相澤を使い出したという、はい、相澤を要所要所でマスクをかぶらして、はい、相澤は打率が低いんだけどもさ打点が多いと。そうですね、はい、で相澤はマスクかぶったら7割ぐらいの勝率があるんだよね。勝ち運持ってるんですか。まあ、勝ち運というか、まあ、いいピッチャーと組んでることも確かにあるんだけども、はい、やっぱそこら辺は絶対外さないというかさ、うん、やっぱしっかりしたものを出してくるというかね、はい、まあ、そういうベテランの力っていうのも大きく働いたなっていうのは気がするよ。ですよね。あの得点力としてはダウンはしてるんですよね。そうそう、5月が79得点に対して6月58得点とで打率も下がってはいるんですけれども、まあ、でもちょっと防御率がえぐいぐらいに上がってまして、いやあのねやっぱ安定してるわ、うん、いや床田もそう本当に安定してるし、はい、まあ、栗がひとたび、ね、開幕で勝てない勝てないって言ってたのが、うん、勝ち出したらポンポンと勝つし、はい、で大瀬良ノーヒットノーランから、はい、もうなんか人が変わったように、うん、シャーッと抑えてくるし、うん、で森下ね、森下なんか一回とっちらかった時あるけども、はい、それ以外はもうピシャーッと抑えてるしさ、ね、3安打したりとか、あれマダックスもマダックスもそうだよね。そうそうそう、だから、うん、まあ、本当にみんな先発投手陣っていうのは安定してたな。ですよね。でもあと中継ぎ陣後ろも本当に盤石だったので、まあ、それとねよく守る、あ、野手も、あの矢野の躍動感っていうのは非常にいいよ。うん、まあ、それと守備範囲も広いしね、はい、だから抜けたっていうのはヒットを取ってくれるし、はい、まあ、確実なのは取ってくれるし、うん、だからそういう意味ではその守りもしっかりしてたなっていうのを感じがするね。ですよね。で野手で言えば清金選手がちょっと離脱というか怪我をしてしまったんですけれども、はい、例えば同じ外野手の野間選手なんかは打率3割1分1厘と非常に良かったですし、あと秋山選手も2割5分3厘と、まあ、23試合に出場してても引っ張っていってたので、まあ、坂倉選手がねちょっと打率が、あとはね広島に感じるのはやっぱ柔軟性がいいな。柔軟性、あの3番出たら小園にもうすっと送りバントさせるもんね。だからこれがいいのか悪いのかっていうのは分からないけども、はい、でも誰彼なしにバントのサインが出せるっていうのは、うん、まあ、チームの柔軟性とすれば素晴らしくいいなっていうふうに思う、はい、うん、まあね、やっぱり6月の月間は3位ですけれども首位はがっちりキープしてますし、そう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 、貯金もありますし、まあそうだね、やっぱり強いですよね。やっぱり安定してるよな、うん、だから特別に強いっていうんじゃなくて、そうそうそう、安定してるよ。一番いいですね。いや一番いいよ勝ち方というバランスがな、うん、はい、
さあ、そして4位が中日、5月は5位だったんですけれども、1つ順位は上げました。うん、苦しいな。相変わらずやっぱり苦しいんですよね、得点が。10試合か、連続2点。はい、得点は下がりましたね、6月。まあ苦しいよ、ただやっぱこう、松山、ライデル、はい、ここら辺がしっかりしてるから、勝ちゲームは逃がさないよな、救援防御率、あそこまでいったら。そうなんです、1.85 と、5月よりもやっぱり上がってますね、防御率は、救援に関して。まあ、ただ、やっぱスタミナの時はスタミナだし、はい、例えばノーアウトランナー1塁、福永が出た、回は7回、いきなり走らせたりとかさ。うんでアウトにはなったけども、はい、だからやっぱりそうやって勝機を見つけ出してくるというかさ、うん、勝機に勝負ができるようにはなってきてるけど、はい、まあいろいろ賛否あるけどね。そうです、ね、まあそれは使わなきゃいけない選手もいるし、うん、だからまあ一概にねその代打を送るにしても、うん、中地がどうのこうのってあるけども、はい、やっぱ取った以上はさやっぱ使ってあげないとな。まあそうですね、うん、死んでしまうというか。まあまあそうだね、なんですよね、うん、だからこっからだな、どういう風に持っていくのか、そういうメンバーたちを。ただ6月あの板山選手が3割4分7厘と非常にこう良かったなというか、まあそうだね、ですし細川選手も3割8厘打っていますし、はい、あとカリステも3割1分1厘なので、あと石川昂弥選手も、まあ、あの途中から出てきましたけれども2割9分4厘ということで数字がすごく出てる選手はいるんですか。いや、チャンスは作ってるよ多く、うんうん、打てない打てないって言うけども、はい、打ってチャンスは作ってるんだよ。そうです、ね、だから勝負どころで打てないんだよ。まあ、だから得点が低い。そうだな。だから大島もやっぱ見てると代打タイプじゃないもんね。最初から出て守りからですもんね。そうだな。で出すところもやっぱ左じゃないな、うん、左ピッチャーも出さない方がいいね、うん、とか、まあ、分かってきてる部分っていうのはたくさんあるんで、はい、だからこうそれをこう正していけばいいだけの話だから、うん、だからやっぱ後半楽しみだけどね。ただちょっとね、村松選手の痛いというか、うん、6月、まあ、そうだな、うん、でも村松もブレイクしてバーンとやってくれた時期があるから、はい、俺はもうやったもんしょうがないからね、うん、まあでも代わりはいると思うよ、うん、いますか。大丈夫ですかそこは。まあ、リョーク選手上げてきたりとかももちろんあります。リョークも良くなってきてるしな、うん、だから楽しみしかないけどね俺なんか。あとまあ、7月ですけどね、ロドリゲスが上がってきたりなんていうのもね、そうだな、うん、あったので、まあ、ちょっとね、逆に今月頑張ってほしいなっていうのもありますけれどもね、中日にはぜひ。だからオールスターまでに7月はね、どのぐらいの位置にいて、どのぐらいの借金に収めておくのか、はい、それとも5割いくのか、うん、それとも貯金1つでも作って折り返すのか、まあ、非常に大きいけど。うん、貯金ができるっていうほど調子が良くないもんな。でもできたら大したもんだけどな。そうですよね。でもそんなに首位とは離れてないからさ。そうなんですよ、セリーグはみんな。だから借金いくつだ今。5つぐらいだろ。5つです。そうでしょ、はい、5つぐらいだから、なんとかこれをさ、はい、2つぐらいに収めたいな。そうですね、そうしたいですよね。6月に事実10勝12敗1分けなので結構頑張ったんですよね。5月は9勝13敗だったところをそこまでは上げてきてるので、なんかそうだな、なんとか頑張ってほしいですね。2つぐらいで減らしたいな、うん、まあ、そうなってくるとやっぱより面白くなるけどね、セリーグ。そうですよね。さあ月間5位の阪神、5月はまあ4位だったんですけれども、ちょっと順位1つ下げました。得点が減りましたね、うん、いやー、ほんと点が取れないね。近本が4番を打ってるようではさ、うん、近本もおかしくなるだろうし、はい、あそこまで打順を変えなきゃいけないほど苦しんでたって思うとさ、はい、辛かっただろうなというふうに思うけど、そうですよ、ね、やっとここに来てベストのメンバーっていうか、前側も本当に成長してきたし、はい、外せないなっていう選手にもなってきてるしね、はい、あとは打っていくだけ、つながっていくだけ、うん、俺はつながっていくと思うよ。思いますか。おお、ね、前川京選手、今話してましたけれども、6月の打率2割7分1厘と、うん、で打点も12、はい、で実は森下選手、2割3分6厘なんですけれども、打点は10と、この2人の若手が打点稼いでくれた、他の選手はちょっと少ないという状況なんですけれども、森下は自由にやらしてがいいんだよ。
でね、これからやっぱ近本と中野が機能してくると思う。あ、ここから来ますか。で、森下にかかるポイントっていうのはポイントゲッターになるのか、はい、それともこう進塁打を打ちに行くのかとか、うん、やっぱ細かい作業が必要になってくるから、はい、だからまあそこら辺をうまくこなせば、まあ、大山は当たってきてるし、そうですね、前川成長してる、はい、里照は良くなった、2割9分1厘なのでいいですね、良くなったし、あとは梅ちゃんが坂本かっていうところだからさ、そうですよね、まあ大畑とね、はい、まあ木浪が いなくなったっていうのも大きいけどな、それ大きいですね、うん、今話に出てた近本選手、中野選手なんですけど、うん、近本選手はやはり6月の月間打率1割5分台と、うん、で打点も3で、中野選手は2割2分6厘打点4で、この2選手がやっぱり、いや、2人の選手は、うん、まあ、打点っていうのは、まあ、特に 1,2、うん、番を打ってる普通、本来ならね、そういう選手だけに、うん、その打点っていうよりも得点だな、この2人に期待したいのは、そうですね、得点も低いですね、そうだろ、だからまあそれは大山もいなかったしさ、そうでしたね、苦しかったと思うよ、うん、でも俺も兆しは出てきてるというふうに思ってるから、うん、こっからやっぱ巻き返してくると思う、阪神は。じゃあ特に7月の月間の順位っていうのが阪神はちょっと楽しみというか、まあそうだな、逆に今で貯金1かな、そうです、貯金1です、1でしょ、うん、ということはオールスターまでに3つは欲しいな、3つは作っときたいな、うん、まあ一進一退でいくとは思うけども、はい、やっぱオールスター迎えるときに、ああ3つの貯金で折り返せたなって言ったら、うん、まあ面白い、うん、そうですよね、アレンパが見えてくると思うよ。あとちょっとあの最後触れるのが、その救援陣の防御率がちょっとあの上がってしまったというところで 2.70、まあ、そこら辺のファームにいるメンバーも含めて人材は豊富なんだよね、うん、だからあんまり偏って使わないことがいいかな、切り式がやっぱりねちょっと疲れてると思う、はい、だからそこら辺はちょっと考慮してあげた方が、うん、後半もバテバテで全く機能しなくなったら困るんで、はい、ここら辺切り式に変わる人間を誰かオールスターまでに変えとくとかさ、下と入れ替えで1人、そうそうそう、うん、でそのオールスター明けに準備させておくとかさ、はい、そうした方がいいとは思うけどね、俺なんかは。そうですよね、まあ、それだけの人材がいるからね、そうですよね、あとは湯浅がどうしてるかだよな、そうなんですよね、今シーズンちょっとね、なあ全くという感じ、まっすぐ走らない、まっすぐ走らなかったらもうただの人とは言われるけどさ、うん、まあでも走らないはずがないと思ってるから、はい、だから頑張ってほしいなと思うな。あとはやっぱり後ろダブルストッパーで行くと言っていた矢先からやっぱりゲラが防御率がちょっと10点台、6月はあのね打たれてしまってっていうシーン何度も見ましたよね、ちょっと7月入ってるんですけれども、まあ、ある程度研究してね、日本の各チームも、で、まあ、弱点とか、うん、まあ、そういうのを見つけてきたんだろうとは思うけども、まあ、これはいたちごっこだからな、そうですね、データの、そうですよね、だから相手を上回るようなことをやっていかなきゃいけないよな、ですよね、だからこのままで岩崎投手とゲラの本当にダブルストッパーでいけるのか、もしくはちょっとゲラをあれして他の人を持ってきてダブルストッパーを変えるのかとか、だから湯浅とかそういうのが復活すれば変えられるけど、なかなかまあそこら辺は力があるボールじゃないと抑えることもできないしな、だからゲラに頼るところっていうのは大きいと思うけどもね、そうですね、まあ、阪神はちょっとねオールスターまでになんとかこう、ね、中野選手、近本選手あたりが上がって、そうだな、うん、来るといいですね、うん、野手は、いやもうピッチャーとにかく頑張ってるから、うん、野手がどれだけやっぱ点を取って楽にしてあげるかっていうことだよ、うんうん、そうですね、だから佐伯だって火曜日に投げるようになってから、うん、援護点がないんだから日曜投げても火曜投げても、そらさ村上が火曜日に投げてたけど、うん、援護点がないと勝てない、村上が勝てないって、うん、そらそうだよ、うん、だって佐伯に代わって投げてるけどお前2試合投げて援護点ゼロだから、うん、それ勝てないですよね、そら勝てないよ、そうですよね、うん、だからやっぱり援護点はいる、確実にそうですね、まあ、だから援護点を取ってあげないとね、うん、でもバッティングも上向きだというふうには俺は思ってるから、うん、だからオールスターまでに3つぐらいは絶対作ると思ってるよ、お、そうなると、そうそうそう、楽にアレンパが近づいてくるかな、まあ、楽ではないけど、うん、でもひとたびその勢いに乗り出したらね、うん、ぐわっといく力を持ってるチームだけに、うん、だからその
勢いをどうつけていくか、はい、だからそこがやっぱ課題だな。そうですね、はい、じゃあセリーグ月間最下位だったのは巨人、はい、あの5月は2位だったんですけれども思いっきりガクンと落ちました、はい、これ不思議なのが得点は5月の54得点に対して6月は81得点というふうに大幅にアップしているんですが、これ打率も上がってるんですけれども救援陣の防御率が 3.71 というふうにちょっとぐんと上がってしまったっていう、まあ、あんまり良くなかったよな救援陣はね。そうなんですよ、バルドだから後ろで崩壊してる試合っていうのもあったし、はい、そういう面では救援陣の疲れがね、5月の疲れが6月に出たかなっていう感じはするよ。ですよね、うん、ただやっぱりこれからはやっぱ点の取れるチームじゃないと上に絶対行かないからね、はい、そうですよね。それはもうピッチャーバテてるし、うん、疲れてきて夏場になってくる、はい、おそらく今度はやっぱこう野手が頑張れないとなかなか上に行かないんで、はい、だから苦しいのは中日と巨人だよ。やっぱ打てないし点取れない、うん、その兆しも中日もそんなにないし巨人もない。阪神も阪神はある、はある兆しはね。あ、兆しはあるのか、うん、いやだから中日と巨人がちょっと苦しむかなっていうふうには思ってる、はい、うん、そっか。やっぱりその苦しむかなっていうのはその坂本選手、まあ、今ファームですけれども、うん、6月は1割5分クリント、坂本選手が1割台っていうのがやっぱりこれも大きいのかなっていう。そうだな、まあ救いはね大城がね、あのね岡本の後ろに座ったっていうことが、はい、ちょっと救いは救いなんだけどもね。で丸も調子がいいと、ヘルナンデスもいいと、はいはい、ただ下位打線になってくるとどうしても弱いよね。弱いです。本当に巨人で6月良かったのは丸選手の3割5分2厘であったりとか、ヘルナンデス選手の3割5分同じく5分2厘とか、あと立岡選手2割9分8厘とか、大城選手2割並ぶ不倫なんですけど、下位打線もそうでした。あと岡本和真選手が2割1分なので、そうだな、岡本選手、坂本選手っていう打ってほしいところが、坂本はいないしね、はい、まあ、岡本、まあ、岡本も、まあ、あんまり悪いとは思わないんだけど、なんかこう気持ちがシャキッとしないというかさ。そうなんですよね、楽しくやってんのかなとか、うん、なんかそんな感じで、まあ、ちょっといろいろ心配するところがあるけども、はい、とりあえずやっぱ点を取ることを考えなきゃいけない。それも1点とかじゃなくて、うん、ある程度まとまった点が取れるような取り方をしていかないとちょっと苦しいような気がするよね。ですよね。あとこの救援陣に関しては、まあ、今中川投手と大勢投手は戻ってきたので、はい、ここからちょっと明るい兆しがあるかなとは思うんですけど、はい、救援陣がガクっていうふうに防御率上がってしまったのは、まあ、疲れだな。バルドナード投手とか、まあ、そうだね、疲れだし、まあ、バルドナードにも慣れてきてるっていう各球団がね、うん、はい、まあ、そういうこともあるし、まあ、西舘の攻略法っていうのも、はい、まあ、ある程度掴んできてるという、うん、だからもうそれ以上にいかなきゃいけないというね、はい、ということが言えると。なるほど、まあ、ちょっとねセリーグの、月間チーム総評になりましたけれども、はい、続いて、パリーグです、はい、パリーグ月間1位はソフトバンク、うん、5月はね、ロッテ1位で2位ソフトバンクだったんですけれども返り咲きました、まあ、ソフトバンクは言うことないな、まあ、特に、ね、ないんですよね。あのね、下位打線もやっぱ充実してきてる、うん、下位広瀬野村とか、はい、そしたらもう必ず野村は選手点叩き出したとかさ、はい、使われてる時は、うん、とか正木を使うと正木がいいとか、そうそうそう、正木選手いいんですよね。そうなんですよ。いやだからもうね言うことないんだよ、うん、だからどすこい山川が打たなくても目立たなかったでしょ。全くそうですね。ね、ホームランないんだよ6月に。そうなんです、ね、ないんだけど、うん、ポンちゃんが打ってくれるから、はい、帳消しにしてくれるんです。全部山川の責任を拭ってくれてるんだよ、うん、でその前打つ栗原選手もいいので。そうだよ。そうなん、したらまあそのうちで山川打ち出したと。7月入ってからそうですね。もう言うことないよ。山川選手は6月は1割8分2厘という数字だったんですけども、他の選手が全部打ってたっていう。だから目立たないの、4番があれだけ打たないのに全然目立たないっていうのはコンちゃんがどれだけしっかりしてるかだよ。本当そうですよね。近藤選手は、月間打率4割1分3厘。そうだな、はい、23打点です。
いやすごいよすごいですね。ほんで投手陣は、はい、もう安定してんな。ただ救援防御率はやっぱ上がっていて、それはオスナだよ。そうだと思います。いやす、ね、だからオスナが心配なだけで、うん、あとはそんなに心配じゃないよ。大丈夫ですかね。あと石川翔太投手がちょっとっていう時もあるんですけれども、まあまあ確かにね、はい、まあ、たまにな、はい、たまにあるかなっていう、まあ、だけど大津とか、はい、まあ、モイネの大関、あ、はい、まあ、東浜も、はい、まあ、東浜は若干ちょっとあれかな、ね、うんうんうん、でも大関もいいし、はい、あとスチュワートジュニア、はいはいはい、まあ、これが本格化してきてるよ。いいですね、うん、本当そうなんですよ。もうそうなったらどうしようもないもん。ちょっとね、またまっしぐらなのかなって思っちゃいます。だって6月17勝5敗1分けですよ。そうだよ、貯金今ものすごい持ってて、8月にもなんかマジック点灯かみたいに言われてますけれどもね。いや、これだけ得点もちょっと見けた、110得点ってちょっと未知の数いっちゃってるんで、うん、6月2割7分7厘もう言うことないですね、ソフトバンクは。いや、もういいんじゃない、うん、ソフトバンクは。そうですね、言うことない、言うことないですもんね。で、2位楽天、5月の4位から大幅にジャンプアップしました。まあ、交流戦優勝というところ。まあまあそうだね、はい、まあまあ浅村をね、外したり、はい、うん、浅村を下位に置いたり、うん、その代わり鈴木大地に頑張ってもらったりだとか、はい、で茂木っていう代打の切り札っていうのもあるし。そうです、そうです。で、小郷と村松の1、2番コンビだとか、うん、2番、3番コンビだとか、村林、はい、村林ね、うん、まあ、うまくは回ってるよね。回ってますよね。そうなんだ。うまくは回ったけど、けど、うん、それはセリーグに対してうまく回ったけど、そうなんですね、交流戦終わったらやっぱり勝ち越せないんだよね、うん、同リーグの相手チームに、はい、ここら辺がちょっとどうなんやろなって思うよね。確かにそれなんですよね、うん、リーグ戦戻った途端にっていうのがありますもんね、うん、ただその6月中に関して言えば、5月防御率が非常にちょっとピッチャー陣、うん、良くなかった。全部4点台だったんですけれども、はい、それが先発防御率も 2.90、 救援陣も 2.89 というふうに数字が下がりました、うんうん、これもどうなんですか。野手も良かったし、ピッチャー陣もやっぱり良かったっていうところなんですかね。交流戦あると、うん、ピッチャーが打席に立つんで、うん、そういうことがプラスに出てるのかなっていうの感じがするよね、うん、そうなんですよ。だだ7月がどうなるか、そこですよね。もう交流戦終わった途端だもんな。まだちょっと勢いを保ってるかなと思うと、うん、ずるずるいってるもんな。そうなんですね。それに楽天ファンも同じことを言ってたので、楽天来シーズンからセリーグに入りたいっていう風に。ダメだよ、ね、ダメか。そうか。ただまあ6月はすごい非常に良かったというところですね。まあまあそうだね、交流戦のおかげだな。そうですね、うん、さあ3位はオリックス。5月が最下位だったんですけれども、そこからまた大幅にジャンプアップしました。うん、まあ、役者が戻ってきてるというか、うんうん、まあ、杉本も戻ってきたりだとか、はい、森も戻ってきてるし、うん、あとはその西川のバッティングがね、はい、まあ、セ・リーグに対しては良かったと、うん、で4番に入ったりとかいろいろしてるけども、はい、レギュラーシーズンに戻って、うん、やっぱり西川が打つとか、はい、西川が塁に出るとか、うん、そうなってくると繋がってくるな。うん、そうですね。あそこでやっぱ切れると苦しいわ。うんうんうん、確かに西川龍馬選手、6月は22試合で2割8分2厘だったので、はい、やっぱり本当にお得意様のセ・リーグっていう感じなのかなっていうのがありますし、帰ってきた森友哉選手も12試合で3割8分9厘なので、はい、帰ってきてからもうすぐ絶好調で、西野が怪我するまで絶好調で、ああ怪我しちゃったよと思ったら、はい、帰ってからもう状態保ってるね、うん、そうですね、6月3割7分7厘だったので、うん、それは良かったですよね、戻ってきても。まあそうだね、まあ、それと太田もいいしね。あ、太田選手いいですね。で、茶野が戻ってきて、茶野が上がってきてる、うん、だから1、2、3で全員猛打賞とかさ、はい、そういうのもあったし、うん、だから役者は揃ってきてるよ、うんうん、あとピッチャーが山下俊平太が戻ってきて、はい、いいなと思う時と、うん、どうしたみたいな、うん、まだ波があるね。あ、山下俊平太、これが安定してもピシャーっといってくれるようだと、うん、
やっぱもっとグッと行くんだけどね、チームはね。ただ宮城も帰ってきたし。そうなんです、宮城帰ってきていきなり勝ってたしね。そうなんですよ、あの先発防御率、救援防御率は一気に軒並み2点台に下がってるので、これは非常に大きいのかな。まあ、うん、佐藤投手、斎藤投手という若手も6月出てきました。ただなかなかね、まだ不安定な部分っていうのはあれだけども、はい、まあ、外にが投げれるようになってるし。そうですね、だから非常に大きいよね、左でね。そうですよね。あとちょっとね、東投手が怪我、っていうのは7月ちょっと心配は心配、まあ、ちょっと心配やけどな。なんかちょっと出たり入ったりがね、激しいですよね、オリックスは。ただそのルーキーの小田島、はい、あの連続記録、もう頑張るな、あの子は。そうですね、 あの子がいてくれて本当助かるよな、オリックスは助かってると思います。まあ、そうだね、はい、だからまあそういう若手が帰ってきたりだとか、若手が活躍したりだとか、はい、ピッチャー陣ではね、で野手陣はなんかこうしっかり数字を持ってる人たちが帰ってきてしっかり働いてくれてるという、はい、だから強い時のオリックスに戻ってるよね、確かに。そうですね、去年だったりとか一昨年、そうそう、いやだからこれから期待していいと思う。あ、7月、はい、ただやっぱソフトバンクが強いなと思ったのは、その勢いを持ってソフトバンクと戦った時に返り討ちにしてた、やっぱソフトバンク強いなと思ったよ、その瞬間。強いです、ね、今回はオリックスが行くと思ったんだけど、はい、いやだけどやっぱ返り討ちにしてたね。強いですね、ちょっとソフトバンクはそう、ちょっと群抜いてますもんね、はい、さあ6月4位だったのが先月1位だったロッテ、はい、ダウンしました。これ見ると得点がちょこっと下がって打率も下がってるんですけれども、あの防御率が軒並み思いっきり下がってますね。2点台だったのが3点台4点台に上がってしまいました。打てなかった時に、岡が一番入ってる時はものすごく良かったんだ、はい、だけどみんなが打てなくなって岡を4番に使ったりとかしてたんで、そしたらやっぱ全く打線っていうのは機能しなくなって、はい、でも、ちょっとずつ上がってきて、岡が1番に戻って8試合連続二塁だとか、はい、日本記録作ったりだとか、藤原が戻ってきたりだとか、はい、で岡が1番に入って2番に角中を使った時に、角中が岡のその二塁打をうまく生かしていくんだよね、ベテランスゴー、 そうなんだよで、ポランコが、やっと長打がポンポンポンと定期的に出てくるようになってきたし、外が終盤の外って言われるぐらい、なんか右にコンってホームラン打つんだよね。だから打線はね、非常に上向きになってきてるよ。あ、大丈夫ですか。ただやっぱ投手交代だな。そこなんですね。種市がね、一生懸命投げてて、本当に良くて、粘って粘って粘って粘られて、はい、1イニング30何球投げて、はい、1点取られたんだけど、その後変えるかなんて変えないで逆転食らったとかさ、だからまあ投手交代、吉井監督ピッチャーの監督だからなかなか変えないんだよね、頑張らすんだよね、引っ張りますね、だからあんまり引っ張らない方がいいかなっていうような感じがするよね。そうですね、 あと5月ね、防御率が良かったのが、その6月ちょっと防御率悪いってなったのは疲れもあったりとか、あとセリーグ相手にちょっとセリーグが苦手だったっていうのもあるんですよ。小島な、小島投手、はい、9連続ヒット打たれて、はい、それから連打食らい出したんだよ、各チーム、はい、打たれ出したら止まらないという、なんかあのカッパエビセンの逆バージョンなんか、まあ、なですよね、止まらないからいいんだよカッパエビセンの、カッパですよね、そうそうそう、ピッチャーはダメですよね。いやだから小島もね、力はあるんだけど、やっぱそれを1イニングだけ作るんだよねそれが致命的になって負け投手になるとかさ、はい、チームが立ちを拾えないとかさ、まあ、そういうことになってくるでしょ、だから小島って替え時っていうのは難しいし、はい、タレイジっていうのはなんかこう明確に1イニング30何球投げたらもう次変えるでしょって終盤だしみたいな、思ったら変えないし、はい、いやだからまあそこら辺でもそのちぐはぐさっていうのはちょっと感じたけどね。そうですね、ただそれだけ信頼の厚いというか、そういうピッチャーを送り出してんだからっていう、あの吉井監督の気持ちもわからないではない。そうですよね、もっと頑張らないとな。ですよね、ただあの石川投手が帰ってきたっていうのがちょっと大きいですよね、大きいね、目が大きくなった、あれは大きかったなと思って、やっぱね、あの円熟味があるというか、ですよね、
緩急の使い方なんか抜群にうまかったというね、はい、その時風は14メートル吹いててその中でコントロールできるんだから技だなロッテのピッチャーっていやすごいと思いますなあ、うんうん、まあでも大きいなこれからな帰ってきたから、うん、佐々木投手がねローテからちょっと6月外れていない分石川投手の復活っていうのはちょっと7月期待できるのかなって、ねうん、佐々木朗希どうしたんだ ね今シーズン2回目でちょっといつ帰ってくるのかまだ分からない状況なので背中の張りなんですかね毎年ちょっとねファンも心配してるとこでもね、まあ、まあこのままじゃメジャー行ったってしょうがないな、うん、メジャーもやっぱこれじゃスカウトできないでしょ、うん、一瞬引こうかなっていうふうに思っちゃいますよねそうだな、うん、さあ日本ハム5位ということで、はい、5月の3位からちょっとダウンしてしまいましたまずね、うん、中継ぎはね、はい、疲れちゃったなそうですね中継ぎ防御率、うん、上がってしまいましただから田中正義が一番後ろでピシャッとはまらなくなったんだよ、はい、2試合ぐらいやられて、はい、ちょっと精神的にぐらついて、うんまあ、新庄監督も気を使って6回ぐらいに投げさせたりとか、はい、いろいろした時期があって、うん、その代わりに杉浦って言ったら、うん、ちょっと良かったんだけど、はい、気が弱いのかなあのメンタル的にですかねちょっと弱いのかなボールはいいんだけどね、はい、で川野左のがやっぱこう打たれるという、ま、全く打たれなかったのが、はい、やっぱ打たれ出したと、うん、マーフィーとか使うけど全くダメとか、はい、そうですよね、うん、だからちょっとあれだけ中継ぎで良かったのにちょっと崩壊しちゃったという、うんまあ、その中に金村っていうのが前は入ってたんだけどそれを先発に回してちょっとバランスが崩れたのか疲れが来たのか、はい、ちょっと抑えることができなくなったっていうことは言えるよねそうですねあと野手陣に関しても得点がちょっと減りましたねまあそうだな繋がらなくなったんだよねあとねエラーも増えだしたエラーもそうですねエラーもちょっと多かったのが15、うんうん、そうですね増えてますね10個だったのが5個増えました、うんうん、いやだからエラーが直結はしなかったんだけど勝敗に、うんうん、点とかにね、はい、頑張ってだけど直結するようになったし、うんやっぱ水野の怪我っていうのが痛かったな、うん、大きかったですね6月はな、はい、これが水野が本当によく守っててくれたんだなっていうのがよく分かったそうですよね打つことがねすごく目立ったけど、はい、守りもしっかり守ってたなっていうのがいなくなってよく分かったそうですよねいやゲッツが取れなくなったからなあのその二遊間のバランスっていうのそうそうそう、うん、そうそれが崩れて、はい、お新庄監督も怒っちゃった超罰超罰でしたでもね、はい、俺大したもんだなと思うのは、うん、二遊間変えられるだけの余裕を作ったんだなと思っているんですよいや今までいなかったからてか普通はそうですよねでもそのピシャッとはまる二遊間がまだ控えにいたってベンチにいるんだから、うん、俺はやっぱりねチーム力としたら上がってるよなそうですよねただやっぱこう得点にしていかなきゃいけない、うんまあ、松郷がね離脱したりだとか、はい、野村がねまたファームに行ったりだとか、はい、だから期待してる選手たちがちょっと離脱し、うんまあ、その代わりの選手たちが、まあ、そんなうまく機能してないという、うんうん、だからまあこれからかなちょっと踏ん張り時の7月もう一回踏ん張らないとねそうですよね、うん、中でもまあ6月月間打率良かったのは水谷選手、田宮選手、万波選手というところ水谷はもう交流戦の MVP だしな、はいまあ、全試合にヒット打ったというかさ、うん、そういうことだからいいのはね、うん、そうですよね、当然だし打点15、うんそうだね、はい、あとあの水野選手が怪我で下がった時に上がってきたの福田選手はね上がってきてからすぐ打っていや感動的なんだよ、うん、その日レースも打って2人でねファームで励まし合ってたと、うん、だから福田が打ったらすごく嬉しかったと、うんね、で福田もレースが打ったら、ね、すごく嬉しかったと、はいまあ、お互いをね讃え合いながら、うんまあ、非常にいい仲間だなっていうふうには思わせたけども、うんその後はあんまりな、良くないんだよそうだからチームの雰囲気もあのレイエスが打ってあ勝ち越したと思ったら次の回で同点されたりフランコにお前そうです打たれたんですよね満塁返しされたんですそうなんかそこからチームの流れっていうのはちょっとおかしくなったな、うん、そうなんですよ、ね、そこから危機を迎えて、うん、いや山だなと思ってたのがソフトバンク
いやこれ厳しいなと思ったら3連敗さ、はい、しました。そしたらもう貯金がなくなっちゃって。そうなんですよ、また最初からね。ほんで嫌だなロッテみたいな、ロッテの勢いが出てきたなと思ったら、うん、ロッテに勝った。そうなんですよ、うん、まあだからまあ一進一退は続けると思うけども、うん、新庄監督のことだから、うん、こっからまた開幕なんだと、うんうんうん、っていう気分転換はしてると思うんだよね、はい、でうまいこと言ってると思うんだよね、うん、だからまあそれに期待に応えるだけの選手たちの力があるから、はい、まあそれに期待だな。そうですね、はい、あと日本ハム、5月の盗塁が27だったんですけれども、これ6月に入って8盗塁と激減してるんですけれども、あのね1番万波、はい、2番水谷とか、うん、重量打線にしたんだよ一時期。そうでしたね、はい、そうしたら、ね、走れる選手がいなかった。そういうことか、うん、いやだから減るし、はい、だからもちろんその松郷がいないとか、うん、磯畑は途中からだとか、うん、タミヤもちょっと休ませながら清水を使い伏見を使いみたいな、うん、ちょっと回していったけど、そういうことになるとやっぱり重要打線でもう打つことしかできなかった時期があって。そうか、うん、だからまあ減るのは減るし、はい、あとはやっぱこうタミヤも率を下げたし、うん、ね、塁に出ることができなかったし、はい、っていうようなこともあるし、うん、だからなかなかチャンスがないところで走らせてアウトになるっていうのも嫌がるし、うん、だからもう本当に四面そばで戦ってた部分っていうのはあるよね、はい、だから盗塁っていうのは当然減ったと思う。そう、打順の兼ね合いで減ったっていうこともあるんです、ね、でもやっぱこうタミヤがセーフティーバントで出て盗塁して、うん、上川畑がホームランで返した。ホームランっていうのはそうです、ね、あの副産物かもわからないけども、はい、やっぱ相手をそうやって揺さぶりながら、うん、得点をしていくっていうのがもう日本ハムの野球になってるからね、うん、まあ、それがまたできるようになってくると思う。そしたら7月またちょっとね、いやいや、もう貯金は、うん、あの作ってオールスターを迎えられると思う、うん、はい、そうですね、やっぱりあの走るっていうのも日本ハムの一つの魅力、まあ、特徴だしですよね、はいはいはい、さあ最後西武、まあ、西武は5月5位だったんですけれども、はい、6月に月間最下位というところで、ちょっとね得点がびっくりするぐらいなんですよね。37得点6月、はい、これは、まあ、ソフトバンクの110と比べてしまうのはあれなんですけれどもソフトバンク何 110 で西武が37、もう月の3分の1しか仕事してないみたいな感じだもん。そうなんです。でチーム打率が月間が1割8分3厘で、これはもうちょっと得点ですよね。ずっと前言われてましたけど、今年に入って、うん、そうだな。ホームランも7なんですよね。言いようがないんだけどさ、うん、まあ、例えば負けた試合で源田が頭から突っ込んでった、はい、涙した、はい、まだそういう気持ちが残ってんだというね、うん、それに期待した、うん、で次の日みんなでやっぱり力を合わせて、うん、勝った、はい、ね、これが続いていくのかと思ったら、うん、次から連敗だよ。そうなんですよ、ね、いやそれじゃちょっと違うだろって、うん、もう声も言いようがないんですよね。言いようがないんだよ。なんかあのピッチャーの防御率に関しては若干は下がって、うん、良くなったんですよね。先発陣が 2.83、 これ 3.41 から下げたので良かった。救援防御率も 4.71 の5月からすると6月は 3.20 なので、まあまあ下がったのかなとは思うんですけど、とにかく打てない。そうかな、まあ、うん、今井がね投げて勝つとホッとするよ。もうそうですね、今井が一番もうなんか闘争心持って、はい、立ち向かいに行ってるっていうかさ、うん、もう点取ってくれないんだったら取るまで抑えてやるっていう気持ちがさ、はい、出てるピッチングをしてくれるんだよね。だから今井が勝つと本当にホッとする。いや分かります。そうですよね、分かる、うん、分かります。よかった、勝ってくれて、打ってくれてよかった。いや本当な、隅田、うん、もそうだな、はい、もう本当に闘争心を持ってないけど、うん、竹内もそうだ。そうですね、だからピッチャー陣はねとにかく頑張ろうとしてくれてるんだよ、うん、野手はもう当たってでもいいから出ろ、もう。だいや本当だよ、37得点。デッドボールもインサイドみたいに避けんな、もう、もう何ならか。いやいや、いや本当だよ、そのぐらいの気持ちでね、うん、やっぱピッチャーに恩返ししていかないと、はい、どれだけピッチャーが頑張ってるか、うん、ねえ、うん、
本当そうですよね、だからもう本当に言いようがないんだよ。あの6月になってから、まあ、松井一夫監督が5月お辞めになって、うん、渡辺代行に代わってちょっと得点とか上がっていくのかなとかたんですけど、これ5月、3月、4月よりもちょっとひどくなってしまっているので、何か起きちゃってるのかなっていう、どんどんやる気だよ、うん、そうやる気だと思う。それ例えばコーチや監督と選手たちとの間の何かコミュニケーションとか、まあ、何かコミュニケーションというよりもさ、やっぱこれだけ負け続けるとさ、犯人探しをしてくるよね、うんうん、多分、はい、で誰が悪いこれが悪いってもう中で言い出す、うん、だからもう戦える雰囲気じゃないんだよ、鼻からそうなんです、多分ね、うん、まあ、やっぱ負けるっていうのは、はい、そういった不満も出るしストレスも溜めるし、うん、ね、犯人探しもするし、うん、まあ、そうなってくるとやっぱもう今シーズンは戦えませんみたいな感じだよ。そうですね、うん、でまあ、それじゃあファンに申し訳ないし、俺の優勝候補に申し訳、優勝候補に申し訳ないと思うんだったら本当にもうちょっと戦ってほしいわ。そうです、これリーグ戦再開してからでしたっけ、3連勝かなんか知ったとって、そうだな、3連勝ありましたよね。ただその後からちょっとまた負けてしまったりとか、惜しい試合っていうのはね結構あるはあるんですけれども、いや、うん、惜しい試合ばっかりだった。そうですよね、ちょっと頑張ればね、うん、でもそこの踏ん張りっていうのはやっぱり何かチームに目標がないといけないし、うん、他のチームっていうのは目標を持ってる、はい、で西武がないかって言ったらないわけでもないけど、その目標ははるか遠くに行っちゃったからですね、うん、だからやっぱ力を出し切るのが難しい状況にはなってる、ね、どんどんそんな風になってますね。あとね、先発陣もね、平投手もいない、高橋光成投手は無期限で行ってしまった。そう、うん、いやだからもうね、あんまり語れないな。ですよね、うん、申し訳ないよ。そうですよね、あと救援陣もね、甲斐の投手だったり、最初あとアブレイユとかもいたんですけどね、なんかどうなのかなっていう、うん、なんかどんどんトーンが沈んでいっちゃった。いやいやいや、もうそれはもちろんそうですよ。トーンが沈んでいく、上がる材料もないもんだって、うん、そうなんですよ。なのでやっぱり月間でこういう風になってしまうのかなっていうのをね、まあ、7月本当に今月ファンのためにも頑張ってほしいですね。まあね、あの俺思うけど、うん、やっぱね、西武は人間力というか、はい、栗山とか、うん、おかわり君とか本当にね、人間力が高いと思うよ、はい、あれだけの長い期間、うん、一戦でできるっていうのはね、いい見本がいたりとかするけど、うん、やっぱね、人間力を高める、はい、こういう教育をしていかないと、うん、多分ダメだと思う。そうですね、うん、その西武のチームカラーというか、そういうものをちょっとやっぱ、ね、うん、いろいろ問題がありすぎる。ありますね、はい、うん、ちょっと確かに、あ、また西武か、うん、またセーブかっていう、こうね、やっぱり人間力っていうのはね、やっぱ勝負する上では大切だし、はい、やっぱ社会人として大切なことはしっかりね、うん、教えてあげなきゃいかん、うんうん、そうですね、もう高校からすぐプロになってチヤヤされる、それもいいけども、うん、やっぱ人としてどうあるべきかっていうのをダルビッシュも言ってたじゃん、はい、ね、やっぱそこ大事だから、球団として選手をスカウトして持ってきたらそこ責任だから、うん、球団の、うん、だからそこはね、しっかり厳しくやってほしいと。ダルビッシュ投手も野球人である前に人としてどうかっていうことだよ、うん、ね、人としてね、立派じゃないと、うん、やっぱね、いい成績なんか収められないって。そうですね、うん、そこだよ。そうですね、はい、こんな形になりましたけれどもまだもうあのね、12チーム6月の月間の総評になりましたけれども、はい、まだね、今月はあ、このチーム上がってきたねとか、まあ、まあそうだな、そうなってほしいですよね。だから、まあ、そう言っとくと、うん、上がってくるのは阪神、お、阪神、はい、はい、DeNA、はい、で広島は平均的には戦い方するわ、うんうん、はい、でヤクルトも上がる、ヤクルトも上がる、はい、じゃあ今上がってない日チームどうしよう。いやだからこれは流動的で分からないっていうことだ。あ、なるほど、ね、まあ逃げてるかも分かんないけど、はい、いやだけどこれは対戦相手にもよることはあるし、うん、まあ、突発的に、ね、はい、ずっと抑えたら中日の投手陣が、はい、ババーンと勝つかも分からないし、うん、だけどこれは流動的で分からない部分、
でも確実に言えるのは、阪神の打線は良くなってきてる、はい、DeNA の投手陣と野手陣のバランスがすごく良くなってきてる、はい、でヤクルトはやっぱ奥川が帰ってきて、うん、奥川ってねやっぱね変な運を持ってるというか、はい、負けないんだよあの子、うんうん、で出るとそうですね、うん、いやそれとやっぱこうバッターたちがピッチャーを支えるっていう、はい、なんかそう感じるわ。あのヤクルトのお家芸ですよね、そこ。そうそうそう、うん、でパ・リーグの方は、まあ、ソフトバンクは安定してる、はい、まあ、そうですね、まあ、オリックスと日本は必ず上に来るよ。おお、はい、うんうんうん、オリックスはなんかそれ分かります。日本ハムはいやもう一度来る、もう一度来ますか、もう一度来る、うん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 、だからね、ロッテが不気味なんだよ。あ、まあそう、去年もそうでしたからね、うんうん、だからロッテが不気味な動きかなっていう、うん、あとは楽天、そして、まあ、西武はね、もうちょっとあの人としてのところに入ってきました。違うゾーンですけど、座禅の息だな。いや本当滝行座禅ですもんね、はい、まあ、またあの7月の月間総評も楽しみにしていてください、はい。